はようございます。今日はですね、一番館の買い取りアップキャンペーンの企画の一環として芦ノ湖に来てます。はい、久しぶりの新美さん。どうも、人生ロスタイム、日立の新美です。なんすかそれ、ずっと考えてた。もしかしてずっと考えてた。もう言おうと思って言おう思って、まあ、言おう思って。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はですね、釣りの勝負、はい、一番館で購入した、おのおの購入したルアーをのみ使って3本リミットで重さ勝負ということなんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いい T シャツ着てますね、はい、今日はね、僕がこうなって勝つんで、うんうん、はい、まあ負けてらんないですけどね。まあね、そのね、そのためだけに来てきましたから、うん、ありがとうございます、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。本日買った1万円分のルアーはこちらです。オーク豚角ショー、これはストレートですね。ストレートブラウンとピックダリジニア、これは競争 IG 系ですね。ベントミノーとアイウェーバー、ジグが3つ、グラス、初めて見たかな、グラスリッパー8分の3オンス、ハヤブサのシューティングボールジグ、これも8分の3オンス、マルチジグ、これ何オンスだ、7g、これは4分の1オンスか、はい、と、まあ、羽物ですね、これは NZ クローラージュニアと、このベントミノ用の、まあ、ちっちゃめのスナップ、はい、いやー、これだけで釣れるかな、釣りたいですね。ちょっとだいぶ夏っぽくなってきたということで頑張りましょう。では行きましょう。勝たないとね、意味ないんで。なんだっけ、豚角ショーのスプリットショット、見えてるところにいるのに、二人が見えてる、しみさんが見えてるところで釣りたい。プレッシャーを与えたい。うるさいな。うるさいな、あの二人。いやー、一人だからめっちゃ気楽。もう変に焦るとね、釣れないから。私の場合はプレッシャーに弱いんでね。しみさん連れとった。しみさん連れとった。負けてらんないぞ。なかなか反応がなくて、今何時だ、7時半、あと4時間半、さっきバイトがあった桟橋近くに戻ります。Thank you.
でかギルやっぱりだな、今のあたり絶対ギルだと思った。やった一本、とりあえず一本釣れた。よかった。ちょっと安心。ちょっと安心した。今のは完全に落ちパクでしたね。やったー。とりあえず、この調子で。リグを変えてみようかなと思います。フリーリグ、ピックダディジュニアのフリーリグやってみようかな。こんな感じでタリズマン102ピックダディジュニアで 5g のフリーリグ。次は私が前釣ったカバ、レイダウンの崩落かのところです。GoPro はここじゃないとちょっと落ち着かないな。さあこっからですよ。今何時？9時半。あと3時間。3時間ないのよ。あと切るしか反応しないな。ほらでかいの釣れた。もういいよ、でかいよギルが。うわ、おしっこした。もう何時？やばいんじゃない？そろそろ11時21分、やば。この1匹じゃ勝てないって。ギルしか食ってこないし、フラフラしてる大きいバスは分かんないし、どうしたらいいんだ。やばい、12時だ。桟橋に帰ってまいりました。正直全く自信ありません。負け格だと思ってます。自分から健常したいと言うと張ります、この人。はい、自分から行きたいっす。
じゃあお願いします。はい、行かせていただきます。よし、始まったっけ我々の戦いは。7時ぐらいだったと思いますよ。だから5時間ぐらいです ね賞味。そうだよ ね、 なんかね、朝真面目やってない気がするな。あら、言い訳ですか。いや、言い訳じゃないですよ。なんか、いや、それでも釣れるんだなっていう、あそこ素晴らしいとこだなっていう。そうですよ。測りました？いや、もう見た瞬間、あ、うん、OK って。あー、なるほど。そんなレベル。あー、なるほど。さあ、どんな魚が出てくるんでしょうか。あ、まあでも、釣ってるのは見たんでね、私。あ、見られちゃった。はい、釣って。釣ってるのは見たので。そっかそっかそっか、それな。いるのは知ってるんですよ。はい、両手で行きます、ね。いるのは分かってるんです。はい、両手で行かせてね。はい。これやばい。やばいかも。元気ですね。あ、いいですね。おお、生きがいい。お魚の音が。聞いた今の。聞きました。今のサウンド。サウンド聞いた聞いた。聞いた聞いた。今のね、うん、一番の盛り上がりの場所、うん、あ、そう、今のが一番。 あんまり尺取らないでもらっていいですか。取りました。はい、お願いします。取りました。いきます。はい、じゃあ、やれー。あー、あー、はいはいはい、はい、いや、それ相当でかいよ。おー、いい、綺麗な。そう、綺麗な、綺麗な魚体ですね。綺麗な魚体、すごいね、元気。元気ですね。あ、そういうタイプの。こういうタイプ。いきますよ。はい。はい。550。です。よし、じゃあ2匹目。はい。いきます。お願いします。なんて言えばいいんだろうね。いや、もう正直に言った方がいいと思う。終わりです。はい。あ、生きてるね。生きてるよ。普通のこと言ってるこの人。かっこいいね、君。もう早いですよ。 あれやばい、早いですよ。あ、ちょっと待って、サウンドがちょっと早いですよ。この子の子がね、もうこの釣りしてる時にね、イケスで暴れてね、はい、ちょっと頭ゴンゴンゴン言っちゃったりしてたんですけどね。元気に来てますわ。はい、じゃあ行きます。イエーイ。どうだ。はい、はい、720g。 イエーイ。いや、730g。 730ですね。勝利。ありがとうございます。今日は実際足の子、はい、そのいちきちゃんちょっと経験あるじゃないですか、はい、どうでした実際。今日はちょっと難しいですね。今日は難しい日でした。途中で雨降ったじゃないですか、うん、その瞬間に魚 の、 あのレンジがすごい変わって、はい、今まで見えてたものが見えなくなって、ついてたとこにいなくなって、桟橋もいないし、杭にもついてないし、朝ついてたんですよ杭に。その子たちもいなくなってたりとか、もうちりじりになってた、うんうん、だからその居場所をつかむのがすごい難しかったし、うんうんうん、なるほど、うん、あのですね、はい、これ実はですね、はい、松川さん見てたかな、俺のとんでもない所業を。何？実は今この動画、はい、撮ってなかったんですね。見えてるでかいバス。なんか途中でピッて落ちたなって思ったら、そういうこと？そうなんで、ちょっとマジでやらかしちゃったんで。え、もうバス逃がしちゃったの？うちのデータを速攻送ります。以上です。最低だこの人。じゃあこちらをどうぞ。はい、やったー、賞金。
はい。わあ。一万円もろたー。え、マジでいいんですか。いや、マジでいいんすよ。もうやっちゃったしと、いろんな意味でやっちゃったんで、本当に申し訳ございません、本当に。いやいや、嬉しい、ありがとうございます。はい、ちょっとじゃあこれは釣りの資金にさせていただきます。はい、やった、ありがとうございます。はい、ということで釣りが終わりました。見事見事勝ちました。はい、で今回の、釣り具一番館さんの、買取 20% アップキャンペーンなんですが、7月の16日の土曜日から7月の30日日曜日まで開催されるということで、ぜひね、皆さんのお家に眠ってる釣り具とか何でも釣りに関するものなら何でも買い取っていただけるということなので、ぜひぜひ売りに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ほいじゃあのー。